中学生ぐらいの頃に模型の雑誌を買いまして、それで原型師っていう職業があるんだっていうのを知ったんですけど、なんかそこに載ってることをやってみたいみたいな。フィギュアっていうの自体は僕の中ではなんか芸術品というよりは、漫画が好きな人、ゲームが好きな人、アニメが好きな人がより楽しむための道具、ツールといいますかね。ちょっと芸術品とはそこは違うのかなとか、あなたの思うワンピースを作ってくださいみたいな、なんか自分の表現を出させてもらうみたいな面はこういう大会の場合だけはあると思います。はい。